こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、出品方法の質問です。転売禁止のテレホンカードは出品できますか？初心者の方へ出品前に確認しないとアカウント停止や削除になりますよ、というテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。この動画ですね、私の友人からね、ぜひ、質問ありました。ぜひね、回答させていただきます。これなんですよね。まずですね、テレホンカードっていうのはですね、基本的に禁止行為です。で、ですね、キャラクター芸能人キャンペーンですね、こういった商品でしたら、コレクション目的になりますので、出品可能のようですね。で、心配な方はぜひね、事務局に一応ね、連絡して聞いてみた方がいいかと思いますね。で、確認していましたら、こういったふうにですね、今いろいろありますね。旧皇太子とかね。この乃木坂ってちょっとクリックしてますね。これ見てまして、欲しい方、これ使ってないんですよね、多分ね。こういったアイドル系もいいみたいですよね。なので、どういった形になるかわかんない、いろいろあると思うんで、ぜひね、確認して出品した方がいいですね。いろんなジャンルがあるのでですね、アイドルとか多いんですよね、やっぱね。こういったふうになんか記念来てあるんですよね。ぜひね、あと残高が減ってる場合はですね、クレカの規約違反になりますので、一発でアカウント即停止か削除の対象になってしまいます。ぜひね、気をつけていただければいいかと思います。LINE 登録お願いします。LINE 通していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアルプレゼントします。2件ご参考お願いします。あと、YouTube が質問に対しては受け付けてません。LINE と登録後によろしくお願いします。本日は、最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。